今日はですね、NHK の大河ドラマの、鎌倉殿の13人についてちょっと4人で、語りたいと思います。ただ最初にですね、ちょっと申し上げておきたいのは、私は鎌倉殿の13人全く見ておりませんでして、じゃあ何でもまだここにいるんだという感じなんですが、はい、皆さんの話をこうちょっと聞かせてもらいながら、はい、これから見るかどうかはちょっと分かりませんが、はい、今ね、佳境に入ってきているということなんで、はい、皆さんにちょっと教えていただこうというふうに思っています。はい。じゃあ、鎌倉殿の13人ということで、今日は誰が鎌倉殿の13人なのかっていうことですね。で、ここにあるように、鎌倉殿の13人の構成ですね。ちょっとこれまとめてみました。大きく分けると2つ。で、その大きく分けた2つの中にも3つカテゴリーがあるのかな、ということで、まあそもそもこれは、まあ有力な御家人、いわゆる関東武士ですね。権と奉公によって成り立っている関東武士と、それから官人。まあ官人というのはその、基本的には京都出身の、まあ公家の方々なんですね。ただこれ、本当に13人が集まって合議したことがあるのかと言われると、これ自身も若干今、怪しいんじゃないかと言われてるんですが、まあ一応吾妻鏡上でこういう組織があったんじゃないかということで紹介されているものです。関東武士の権力争いというものが、ちょうど、まあ、人間何人も集まればね、偉大なカリスマの後に権力争いが行われるというのはもう世の常、人の常、これは全く今まで変わってないんですが、こういった形で、まあ、主にその時権力を握っている北条派と、そして比企派、そしてまあ若干中立的な立場のこの3つに分かれている、まあ、大きく2つの派閥に分かれて、それを中立的な立場で見ている人がいたと、この13人の構成ですね。でまずマジョリティは北条派、その中でもやはりですね、初代将軍源頼朝の、まあ妻でありね、北条政子の父親である北条時政、そして政子の弟である北条の義時、この2人は入ってます。でここにちょっと役職乗っけてるんですが、これ13人の構成された段階での役職ではなくて、まあその後こういう役職をやるよということで乗っけてるということなんですが、後に初代執権になる北条時政、二代執権になる北条義時という北条家に加えて、非常に彼らと近しかった者たち、三浦義澄であり、足立の義盛であり、足立の遠元、この5名が北条派として一応ね名を連ねています。一方比企派、比企能員、足立盛長、そして八田智家、この3名がいわゆる比企派という形でここに加わっています。そしてまあ、中立の立場というのか、まあなんか逆を言うと、もう俺はこの北条比企に属する人間じゃなくて、もっと上からね、それこそ将軍頼家直轄のものとして全員を統括してるぜみたいな気持ちが正しいのかもしれませんが、そういう立場の梶原景時で、肝心は大江広元、三好康信、そして中原の近義、二階堂幸政と、この4名、これが合計で鎌倉殿の13人と呼ばれている人たちですね。で、まあ、なんだかんだ言って、この13人なんですけれども、まあ、一番有名なというか、その、この中でも北条氏のまず筆頭として、北条時政。彼はですね、まあ、この北条、1138年生まれで、まさに伊豆の国の豪族ですね。で、まあ、本当に初期の頃から、頼朝の挙兵を助けて幕府創設に寄与しているので、まあやっぱ功労者といえば功労者。で、その息子、北条義時。まあまあまあ、事実上この鎌倉殿の13人の当然主役でありね、ドラマでは主役であり、実際の二代執権として、まあ実質上の天下を取る男ですよね。で、彼は1163年に生まれて、まあ先ほど申し上げたように政子の弟と。これも頼朝の挙兵でね、当然時政と共に使いながらずっと側近として信頼を得ていた。まあ信頼を得ていたのは確かなんでしょうね。で、政子からの信頼も厚いみたいで、まあこういう切り盛りをしていた。で、まあ彼が純粋な義時がダークサイドに落ちていって、非常に非常な判断をするみたいな感じなんですが、本当に最初
から純粋だったのかちょっとよくわかんないですけど、なんか僕のやっぱり子供の頃からのイメージだと最初からダークサイドの人みたいなすごい印象はあったんですが、やっぱりこう歴史を紐解いていった時に2代目がどれぐらい優秀かによってその後の一族が栄えるかどうかって決まってるので、やっぱり相当優秀だったんだろうな。例えばこう藤原氏でいうと藤原の鎌足がいて、次不比等が2代目、やっぱりこの不比等が優秀だったからその後の藤原は栄えたっていうのもありますし、まあもちろん徳川秀忠、まあ足利義昭みたいなね、ありますけど、2代目は初代に比べると目立ちにくいんですよね、当然ながらね。あのカリスマ的な能力でいうと普通は初代がカリスマでその後に隠れがちなんですが、でもカリスマのいいところとこう実務的ないいところをうまく兼ね備えて3代目に後をつなぐみたいな、この能力が高いとこの後発展するので、この義時のやっぱりこう能力というのは相当高かったんだろうなっていう、思いますよね。まあこれが北条家ですよね。で三浦の義澄、これ相模の豪族、ね、豪族ですよね。まあここも2代で今ね、ちょっと特に息子の方は暗躍してる最中ですが、まあこれがどういう展開になっていくか、どうですかこれ。彼はラスボス？はい、もうなんかこう一番の作詞かなっていう匂いが今のところしてきています。で和田義盛と。まあまあ、あのパッと見た感じもすごくやっぱりこうね強いっていうかね。武士、坂東武者のなんか鏡みたいななんかね。感じなんですが、これもなある意味三浦家、あのなんでこっちにいるかと、三浦家と非常につながりが深いんですよね。で足立友と、公文上の頼人、あのちょっと後でまあどんな組織があったかということはちょっとお見せしますが、まあ筆頭が当然ながらね、比企の義和、まあ信頼は厚かったと思いますね。で娘の若さの局というのかな、娘が二代将軍頼家の妻となって一番を産んで、はい、非常に今関係性が強い。で、足立の森だ。ちょっと前回の大河ではかなり熱い男になってましたね。うん、そうですね。まあ、両面出てましたね。ね会議中に寝ててね。まあ、会議中に寝てましたね。寝てましたけどね。はい、まあまあ、でもある意味頼朝の信頼が最も厚かった人じゃないですかね。いや本当にこれはもうずっとね、最初流された時からずっとそばにいて、最もやっぱ信頼してた人だと思いますね。ちょっとあの謎の存在みたいなところはあるかもしれませんが、そうですよね、彼も武将としてはやっぱ能力高いっていうふうに言われてますよね。なんか知らぬ間に活躍してたらしいですよね。あの欧州に、そうそう、欧州に行くときとかも結構そのあの軍の中の大将軍の役割で行ったりだとかしてたみたいで、そうなんですよ、なんかそういう描写もなんか唐突にさっきのあのあれじゃないけど、そういう感じで出てきたからよく分かんなかったですよね。じゃそうなんですね、なんか土木工事いきなりしてだからそういうのにも強かったみたいですね。ああ実際そうだった、実際にもう加点系でありながらやっぱりこう力で制する坂東武者っぽいじゃないですかね、彼も。でそれなりの信頼も厚くてっていうのもあると思いますね。そうこうでこれでまあ皆さんご存知の梶原の景時と、まあ、僕は個人的にはね、クエスチョンで思ってましたが、まあまあ、でも彼は彼なりの哲学があってやってること。で、なんで彼が、あの、石橋山の戦いで、頼朝のことを助けた、ちょっと正直これがなかなかやっぱり読み解けないところもあるんですが。やっぱり理屈がないからじゃないですか、読み解けないのなんかそれ、やっぱ神がかってるところを感じちゃったんだっていう。やっぱりそうなんでしょうかね。やっぱこれは生かしておいた方がいいっていうふうに直感的に思ったか。どうなんですかね。まあ、そこでなんか計算はあんま してない風でしたよね。なんか、ドラマ見ると。あの時はね。
うん、直感的に、まあ殺し、まあ、殺しちゃいけないなのか、生かしておくべきなのか、ちょっとどっちなのか分かんないですけど。なんかこれだけ計算高く生きてるように見えて、うんうんうん、意外と直感的にっていう。しかもあの、ね、あれだけやっぱり周りの関東物資、ネムシャたちを追い込めば、うん、自分が追い詰められるだろうって読めなくもないと思うんですが、うん、特に頼家の時ね。うん、まあ、その、これが本当おごり高ぶりなのか、うん、なんかよくわからないですけどね。意外と計算が土壇場で甘いのか。そうですね。まあ、確かに最後に、まあ、自分でも言ってましたけど、あの手紙をこう義時に見せちゃったとか、うん、なんかそういうところが、ちょっとあの実は情に脆いっていうんじゃなくて、ちょっと別の言い方がうまく出てこないんですけど、なんか計算じゃないところが意外と働く人なのかもしれないです。うんうん、ね。だから今回の描かれ方だと、あの段階で亡くなるのは惜しいなっていう気持ちがすごくしてるんですが、あの、歴史的なことだけで言うとね、今回のことを除いて言うと、どっかのタイミングで早くいなくなると思ってたんですが、あの、今回の番組で言うと、うん、中村獅童さんの演じてるものに言うと、うん、ちょっとなんか、心を痛むな、気はしましたね。うん。そうですね。そうですね。そう。だからこのヒールをここまでうまく描けてるっていうのはすごいことだなと思いますけどね、うん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 、脚本的に、うんうん、そうですね、うん、まあだから歴史ってこう面白いですね、こういうふうにね、あのもう過去のことでどれが真実か分かんない中で、うんうん、その真実のかけらみたいな情報だけ見ながら、こういうふうに好きだ嫌いだいいだ悪いだみたいな、こう自由に語れるっていうのは、それぞれ歴史学者から見たらもちろんね、歴史の解釈が正しさっていうのが大事なのは分かるんですが、一方僕らみたいなビジネスサイドの人間は、うん、まあ、こういうロマンをこう追いながらね、こう空想も入れながら、まあ、好き勝手に語れるみたいな、人によって歴史の解釈があるみたいなのが一つ、うん、面白いでしょうね、うん、